そういやこないだうちのワンちゃんの首輪が消えちゃったのよね。シャンプーしている間外して置いておいたら、うちも花壇に野良猫よけの鏡を置いてたんだけど、それがいつの間にかなくなってたのよ。うん、公園の中にないとなるとやっぱり誰かが持ってったって考えるのが自然だよな。でも誰が。この情報は。ん？何か発見したのか、カル。2丁目のスーパー丸卓で5時からメンチカツが特売です。あれ、あいつらは。ここらで最近なくし物が多いのは確かみたいだぜ。家の中じゃなくて外でな。庭とかスーパーの駐車場とか、それこそ公園とか。やっぱり泥棒がいる。にしちゃ変だよな。消えたのは首輪に手鏡にあんま価値なさそうなもんばっかりでさ。ヴァンガード以外はちょっと目を離した隙に消えてたんだって。まるで羽が生えて飛んでっちゃったみたいに。カムイさん。確かあの公園カラスがいたな。カラスが光るものを集めるってのもよく聞く話だぜ。でもカードなんか持ってくかな。パーフェクトライザーは光るレアカードだ。光が当たれば十分光る。あれだ。こりゃ登るしかないな。犯人は分かった。シオンお坊ちゃま、新しい中学での生活はいかがですか。うん、だいぶ友達も増えたよ。それはそれは。君見つけたのは俺たちだぞ。うっせえ。最後に持ってる方が。人の噂なんてやっぱり当てにならないね。何かおっしゃいましたか。いや、前だ、もっと前。倒れ帰ろう。トリニティドラゴンの力を示すんだ。揺らさないで。ダブルレアのカードにトリプルレアのカード、スペシャルカードまで。なんだこいつ、コレクターかよ。依頼されたカードは。おい待てー。でね、この間行ったお店にすっごい可愛いのがあって。へえ、じゃあ今度の日曜みんなで行ってみる。待ちやがれ。今の振動か。嘘。あ、こっちだ。お、お前降りてこい。おいクロ、無茶すんな。お、なーてめー、今だ。おい、そこの泥棒カラス。スーパー丸卓名物、5時から特売のメンチカツです。持ちてけー。Yeah.
先だ。俺だっつうの。証拠あんのかよ。やめろ、カードがちぎれるぞ。しょうがねえ、お前らもうファイトで決着つけろ。やった。こんなのがあるのか。よし、始めようぜ。ここは惑星クレイ、ユナイテッドサンクチュアリの華麗なる神殿。運命の神々が人々に未来を告げる神託の地だ。さあ、イメージしろ。イメージできたみてえだな。俺のクランはオラクルシンクタンク。運命を司る神々にお前は絶対に抗えない。どうかな、運命なんか俺の未来がひっくり返してやるぜ。スタンドアップ、ヴァンガード。トリニティドラゴンの力見せてやるぜ。ライドライド、アタック、ガード、ライダー。防御から一転流れるような攻撃、さすがですスレトさん。ほうほうほう、昨日今日ヴァンガードに触ったばかりの初心者くんがトリニティドラゴンにかなうわけないっての。確かに常とは性格はああだが、ファイトはかなりの実力者だ。このままじゃやられるぜ。おっとカムイさん、ファイト中のアドバイスはご法度ですよ。わかってる。てかさ、トリニティドラゴンってドラゴンいねえじゃん。あ、ちっちゃいことにこだわりやがって。ザコはこれだから。いやですね、ザコは。ライド、黒のジェットドラゴン出ました。黒野さんの黒のジェットドラゴン。さあさあ、カモン、黒野さんがライドする黒のジェットドラゴン、どんな攻撃するのかな。黒のジェットドラゴン、あれ？今ので逆転だな。ほら、もうなくすなよ。ありがとう。よかったね。ファイカにサインをもらってクエスト完了だ。これでお前もグレード1だな。お疲れさん。ただいま戻りました。みさきさん、なんで。何、オーナーの私が自分の店にいることがそんなに不思議。オーナー、シンさんに聞いたけど、あんた店ほっぽり出して遊んでたんだって。いや、あ、それはこいつ初心者で初めてのクエストだってね。心配です。その初心者の面倒を見るのもショップの仕事の一環っすか。仕事、わかった。バイト代さっぴーとくから。ねえ、チャンスにした君ね。
ら元気 for you。初クエストクリアおめでとうさん。ありがとうございます。それよりカムイさん、大丈夫ですか？何が？バイト抜け出して美咲さんに怒られてたじゃないですか。あれな、あんな怒らなくてもな。いや昔はああじゃなかったんだけど。いやあんな感じか。カムイさん後ろ。美咲さん、聞いてたんすか？証明してください。見事なまでに自暴自得だ。